日本語能力試験語彙トレーニング N1 青春時代を懐かしく思い出す晩年彼は若い頃は不遇だったが晩年は幸せに過ごした葬式知人の葬式に参列した世帯都市部は一人住まいが多いので 世帯数が多い。世間。汚職事件が世間を騒がせている。庶民。こんな立派で広い家は庶民には縁がない。恩ぶ昔の母親は赤ん坊を恩ぶして家事をしていたものだ。片言。一歳の誕生日を過ぎ、息子が 片言を話すようになった夜更かし休みの前の日はビデオを見て夜更かしをする家で<出>。高校生の時親に反発して家出をしたことがある閉じまり寝る前に閉じまりを確かめたずぶ濡れ歩いていると急に雨が降り出し ずぶ濡れになった。顔つき。医者の厳しい顔つきから、母の病状が良くないことがわかった。みなり。このレストランの客は、みな立派なみなりをしている。身のまわり。祖母は98八歳だが、身のまわりのことはすべて自分でできる。みぶり。 コミュニケーションでは、言葉だけでなく、身振りも重要な役割を果たす。青春時代を懐かしく思い出す。晩年。彼は若い頃は不遇だったが、晩年は幸せに過ごした。葬式。知人の葬式に参列した。世帯。 都市部は一人住まいが多いので世帯数が多い。世間。汚職事件が世間を騒がせている。庶民。こんな立派で広い家は庶民には縁がない。恩ぶ昔の母親は赤ん坊を恩ぶして家事をしていたものだ。片言。 1>, 1歳の誕生日を過ぎ、息子が片言を話すようになった。夜更かし休みの前の日は、ビデオを見て夜更かしをする。家出高校生の時、親に反発して家出をしたことがある。閉じまり寝る前に閉じまりを確かめた。ずぶ濡れ 歩いていると、急に雨が降り出し、ずぶ濡れになった。顔つき。医者の厳しい顔つきから、母の病状が良くないことが分かった。みなり。このレストランの客は、皆、立派なみなりをしている。身の回り。祖母は98歳だが、身の回りのことは、すべて自分でできる。 身振り、コミュニケーションでは言葉だけでなく身振りも重要な役割を果たす。<身>やむを得ず嘘をついたがいつまでも両親がいたんだ。素質あの子は音楽の素質がある。好意<為>彼は一目見て彼女に好意を持った。 ため息減っていく貯金残高を見つめながら彼女は深いため息をついたド忘れ好きな俳優の名前をど忘れしてしまいどうしても出てこない用心夜道を歩く時は用心のために防犯ブザーを持っておくといい「予感」今日は なんだかいいことがありそうな予感がする。視線。視線を感じて振り向くと、知らない人が私を見ていた。迷信<神>。玄関が北にあるのは縁起が悪いんだって。そんなの迷信だよ。縁。またお会いしましたね。ご縁がありますね。使い捨て。 使い捨ての紙コップは便利だが、資源の無駄になるかもしれない。下取り。新しい車や大型電気製品を買うと、古い方は普通、業者が下取りしてくれる。倹約。給料が減ったので、もっと倹約しなければならない。出費。今年は子供の進学で出費がかさんだ。 会計。私はサークルで会計を担当している。両親。やむを得ず嘘をついたがいつまでも両親がいたんだ。素質。あの子は音楽の素質がある。行為彼は一目見て彼女に行為を持った。ため息。 減っていく貯金残高を見つめながら、彼女は深いため息をついた。ど忘れ。好きな俳優の名前をど忘れしてしまい、どうしても出てこない。用心。夜道を歩くときは、用心のために防犯ブザーを持っておくといい。予感。今日はなんだかいいことがありそうな予感がする。 視線視線を感じて振り向くと、知らない人が私を見ていた。迷信。玄関が北にあるのは縁起が悪いんだって。そんなの迷信だよ。縁<円>。またお会いしましたね。ご縁がありますね。使い捨て。使い捨ての紙コップは便利だが、資源の無駄になるかもしれない。 下取り新しい車や大型電気製品を買うと古い方は普通業者が下取りしてくれる倹約給料が減ったのでもっと契約しなければならない出費今年は子供の進学で出費がかさんだ会計私はサークルで 会計を担当している。区<く>所得の範囲内で生活する。採用新入社員を5人採用することになった。雇用人手不足のため会社は新たに5人を雇用した。所属人事異動で営業部の所属になった。 待遇。あの会社は、給与も高く、従業員の待遇がいい。派遣。国連は、内戦の起きた英国に、調査団を派遣した。赴任<妊>。事例を受けて、東京本社から大阪支社へ赴任した。地元。親元から離れたくないので、地元の会社で働きたい。 現役。長嶋選手は40歳を超えているが、まだ現役として頑張っている。サシズ。メンバーはリーダーのサシズで動いている。操縦。将来は飛行機を操縦するパイロットになりたい。主食。日本人は米を主食にしている。食物。 食物によって引き起こされるアレルギーもある。穀物。日本は米以外の穀物は輸入に頼っている。豊作。今年は米が豊作だ。例年。例年は11月に行われる学園祭が、今年は10月に繰り上げられた。種。庭に。 朝顔の種をまいた。トゲ。バラにはトゲがある。毒。このキノコには毒があるから食べてはいけない。得<ク>。所得の範囲内で生活する。採用。新入社員を五人採用することになった。雇用。 人手不足のため、会社は新たに5人を雇用した。所属。人事異動で営業部の所属になった。待遇。あの会社は給与も高く、従業員の待遇がいい。派遣。国連は内戦の起きた英国に調査団を派遣した。赴任。 事例を受けて東京本社から大阪支社へ赴任した。地元親元から離れたくないので地元の会社で働きたい。現役長嶋選手は40歳を超えているがまだ現役として頑張っている。さしずメンバーはリーダーのさしずで動いている。 操縦。将来は飛行機を操縦するパイロットになりたい。主食。日本人は米を主食にしている。食物。食物によって引き起こされるアレルギーもある。穀物。日本は米以外の穀物は輸入に頼っている。豊作。 今年は米が豊作だ。例年例年は11月に行われる学園祭が、今年は10月に繰り上げられた。種庭に朝顔の種をまいた。トゲバラにはトゲがある。毒このキノコには毒があるから、食べてはいけない。 発表の順番をくじで決めた。桁。計算するとき、一桁間違えてしまった。単位。リットルは量の単位で、1リットルは 1000cc に当たる。一括。授業料1年分を一括で納付した。塊。ご飯を 噛まずに塊で飲み込む。竹。スカートの竹を詰める。欄<乱>。ファックス番号はこの欄の中に書いてください。なければ空欄にしておいてください。隅。その箱を邪魔だから部屋の隅に置いといて。縁。茶碗の縁が欠けてしまった。ひび。 地震の揺れでビルの壁にひびが入った。分裂。正当が二つに分裂した。振動。このマンションは大通りに面しているので、振動がひどい。沸騰。水は100度で沸騰する。循環。血液の循環が悪い。 回収。ペットボトルを回収してリサイクルに回す。獲得。選挙で勝って政権を獲得した。発表の順番をくじで決めた。桁。計算するとき一桁間違えてしまった。単位。リットルは量の単位で。 1>, 1リットルは 1000cc に当たる。一括。授業料1年分を一括で納付した。塊。ご飯を噛まずに塊で飲み込む。竹。スカートの竹を詰める。欄。ファックス番号はこの欄の中に書いてください。なければ空欄にしておいてください。 隅。その箱を邪魔だから、部屋の隅に置いといて。縁。茶碗の縁が欠けてしまった。ひび<々>。地震の揺れで、ビルの壁にひびが入った。分裂。正党が二つに分裂した。振動。このマンションは、大通りに面しているので。 振動がひどい。沸騰。水は100度で沸騰する。循環。血液の循環が悪い。回収。ペットボトルを回収してリサイクルに回す。獲得。選挙で勝って政権を獲得した。この区間は トンネルが多い施設駅のそばに図書館や市民ホールなど公共の施設がいくつかある運営学園祭の運営はすべて学生たちによって行われた面会首相はホワイトハウスで大統領と面会した返却図書館に 本を返却する。投書<初>。新しい法律についての意見を新聞に投書した。検索。インターネットで検索すれば、大抵のことは調べられる。負傷<詳>。サッカーの試合中、選手が転倒して足を負傷した。感染。病気のウイルスに感染しても、 症状が出るとは限らない。作用。薬の副作用で胃が悪くなった。依存。25歳の姉はまだ経済的には親に依存している。解消。先輩のアドバイスのおかげで悩みが解消した。この区間は トンネルが多い。施設。駅のそばに、図書館や市民ホールなど、公共の施設がいくつかある。運営。学園祭の運営は、すべて学生たちによって行われた。面会。首相は、ホワイトハウスで大統領と面会した。返却。図書館に、 本を返却する。投書<初>。新しい法律についての意見を新聞に投書した。検索。インターネットで検索すれば、大抵のことは調べられる。負傷<詳>。サッカーの試合中、選手が転倒して足を負傷した。感染。病気のウイルスに感染しても、 症状が出るとは限らない。作用。薬の副作用で胃が悪くなった。依存。25歳の姉は、まだ経済的には、親に依存している。解消。先輩のアドバイスのおかげで、悩みが解消した。促進。 脱原発を図るため、自然エネルギーの開発を促進する。移行。佐藤氏は、市長選挙に立候補する意向を固めたようだ。意図。提案の意図を説明した。向上。生活水準が向上すると、平均寿命が伸びる。活気。き市場は、 活気に満ちていた。迫力ナイアガラの滝は近くで見るとすごい迫力だ勝利 A チームは B チームに勝利した適応弟は気が弱く新しい環境になかなか適応できないのに対し私は適応力がある方だ調和 ファッションでもインテリアでも、全体の調和が取れている方が美しい。権力。この国では、大統領は強大な権力を持っている。権威。戦争に敗れ、王の権威は失われた。圧迫。出血がひどい時は、傷口を強く圧迫するとよい。強制。 ボランティア活動は強制されてするものではない。規制この辺りでは建物の高さは法律によって規制されている。拒否会社側は組合の要求を拒否した。対抗数学では彼に対抗できる学生はいない。 抗議。増税に抗議するデモが行われた。革新。平等な社会の実現のためには、思い切った政治の革新が必要だ。原則。この奨学金は、卒業後に返済するのが原則だ。経過。事件から3ヶ月が経過した。中継。 イギリス王室の結婚式の模様は世界中に中継された。規模。会社の規模は10年で2倍になった。促進。脱原発を図るため自然エネルギーの開発を促進する。移行こう。佐藤氏は 市長選挙に立候補する意向を固めたようだ。意図。提案の意図を説明した。向上。生活水準が向上すると平均寿命が伸びる。活気。市場は活気に満ちていた。迫力。ナイアガラの滝は近くで見るとすごい迫力だ。 勝利 A チームは B チームに勝利した。適<応>弟は気が弱く新しい環境になかなか適応できないのに対し私は適応力がある方だ。調和ファッションでもインテリアでも全体の調和が取れている方が美しい。権<力>この国では 大統領は強大な権力を持っている。権威。戦争に敗れ、王の権威は失われた。圧迫。出血がひどい時は、傷口を強く圧迫するとよい。強制。ボランティア活動は、強制されてするものではない。規制<省>。このあたりでは、 建物の高さは法律によって規制されている。拒否。会社側は組合の要求を拒否した。対抗。数学では彼に対抗できる学生はいない。抗議<に>。増税に抗議するデモが行われた。革新。 平等な社会の実現のためには、思い切った政治の革新が必要だ。原則。この奨学金は、卒業後に返済するのが原則だ。経過。事件から3ヶ月が経過した。中継。イギリス王室の結婚式の模様は、世界中に中継された。規模。 会社の規模は10年で2倍になった。